どうしてでしょうか。主殿が水泳を教えてくれると言った時から、イズナの心臓すごくドキドキしています。先ほど主殿が握ってくれたイズナの手、他にも主殿に触れられた場所がなんだか少し熱くて、主殿、先ほどはその少しバタバタしてしまいましたが、
今日一日、イズナはすごく楽しくて、幸せでした。ですから、その、なんと言いますか、少しだけ、わがままを言ってもよろしければ。今度また、もう一度、泳ぎ方を教えていただけないでしょうか。はい、ありがとうございます。イズナのこと、これからもよろしくお願いしますね、主殿。